ユッタウルピライネンはフィンランドの政治家である。彼女はフィンランド社会民主党の最初の女性党首であり、2008年から2014年まで引いた。2011年から2014年までフィンランドの財務大臣を務め、フィンランド副首相であった。2019年12月1日現在、ウルズラフォン・デアライエン率いる欧州委員会における欧州協力開発担当委員を務める。 ウルピライネンはフィンランドの南ポフヤンマーのラップアで元政治家のカーリーウルピライネンの娘として生まれた。彼女はユバスキュラ大学で学び2002年に教育学の修士号を取得した。彼女は議会に当選するまで学校の教師として働いた。ウルピライネンは2001年にフィンランドの欧州青年連盟の議長を務めた。彼女は2001年から 国庫らし議会のメンバーである。ウルピライネンは2003年の国政選挙からバーサ選挙区の議会の一員でした。議会では教育分解委員会の委員であり財務委員会の副メンバーでもあった。彼女は議会の仕事に加えてフィンランド国際問題研究所の諮問委員会の委員でもあった。ウルピライネンは2008年6月の社会民主党の 党大会での党首選挙で2回目の投票で元外務大臣のエルキトヨミオヤを218票で132票で破り勝利し彼女は副首相と財務大臣であったエーロハイナルオーマの公認ととして32歳の最年少で党首に選出された2011議会選挙後に社会民主党は第2党になっているウルピライネンはユルキカイネンが率いる内閣において 財務大臣と副首相に任命された。彼女はまた財務大臣の立場で2012年の北欧理事会の財務大臣会合の議長を務めた。ウルピライネンは2014年5月に開かれた社会民主党の党大会で党首として新たな任期を求めた。彼女は挑戦者のアンティリンネに257票対243票でわずかに敗北した。その後、6月に ウルピライネンは財務大臣を辞任した。2017年から2019年まで、ウルピライネンは外務大臣ティモ・ソイニの特別代表を務めた。2019年12月1日、ウルピライネン氏はウルズ・ラフォンでアライエン委員会の欧州委員会の委員に就任した。ありがとうございます。